ね。では、これにはね、振り付けがあります。その振り付けを指南してくれるのは、日本畳楽器製造の、ゆるキャラ、うさんくんです。うさんくん、来た。皆さん元気ですか？皆さん松岡修造は好きですか？これは嫌いです。この畳でゴーという曲にはですね、途中で振りが入ります。全部をやってると覚えるのが大変なので、大事なところだけを思います。はい、途中で畳でゴーというフレーズが出てきます。畳でゴーというフレーズが出てきます。途中はラップになるんですか？途中で畳でゴーというラップが出てきますから、そこで皆さんには前でですね、こうやって両手、右手が上、左手が下で畳でゴー。で今度は次の畳でゴーは反対です。左手が上になって右手が下になって、畳でゴー、畳でゴー、畳でゴー、この繰り返し。はい。で、あとその前にはラップですから、途中でね、ヨー、ヨーの時はこのフレーミングの両手の方が。両手の方が違うやろ。ヨー、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 ヨー。
一番ノリノリだったの。Boom.